んにちは、伊集院光です。伊集院光のお便りください。どうぞよろしくお願いします。さて今日のお便りは、愛知県にお住まいの近藤智子さんからいただきました。伊集院さんこんにちは。突然ですが、伊集院さんは春に読み返したくなる小説ってありますか？亡き父はチエホフの桜の園が好きでした。私も満開の桜を見つつ父を忍びまた読んでみたいです。さようなら。なんか素敵なお父さんですね。チエホフの桜の園自体を一度も読んだことがないんですね。で、多分100分で名著でいつか取り上げられると思う。僕は NHK でやってる番組。で、その際には満を持して読もうと思うんですけど、チエホフの桜の園の演劇を卒業公演で毎年やるっていう女子校を舞台にした映画、桜の園って映画があるんですけど、いい映画で、で、出てくる桜もすごい綺麗なんですよ。それから女優さんたちもめちゃめちゃ綺麗なんですよ。で、この、桜の園って映画は、それこそまだビデオカセットの時代、買って、それこそ春ごとに見てきた。最近見てないですね。ちょっと今日あたり家帰ったら、探して桜の園見てみようかな。ほんの方はもうちょっと後。皆様もどうぞ気軽にお便りでご参加ください。宛先は郵便番号 107-8691 港区赤坂郵便局支所箱4号、伊集院光のお便りください。たくさんのお便りお待ちしております。ありがとうございました。伊集院光のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば、現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ、0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？SDGs 聞いてみた。美里中学校生徒会です。美里ラブプロジェクトでは、各家庭からいただいた素材を再利用して作品を作り、地域の皆さんに寄贈しています。続きは YouTube で。
毎週月曜夕方6時からお送りしている幸恵の土田ランチ牧場ラジオ。にかほ高原土田牧場の命を育む乳製品の秘密を探り、高原の風をお届けしている番組です。番組ではオールディーズナンバーのリクエストをお待ちしています。あなたの思い出のオールディーズナンバー、メッセージとともにお送りくださいね。メールアドレスは boku@akita-abs.co.jp です。リクエストをくださった方の中から抽選で土田牧場の乳製品をプレゼント。当選された方はぜひ牧場でお引き換えくださいね。どうしても行けない方は直送しますよ。さあ、この曲気になりますよね。そう、テーマソング川端ブルースは秋田市土崎の細川レコードで絶賛発売中。ぜひ一緒に歌いましょう。こんにちは、伊集院光です。伊集院光のお便りください。どうぞよろしくお願いします。さて、今日のお便りは愛知県にお住まいのラジオネームパンゲアさんからのお便りです。伊集院さん、こんにちは。オフロードバイクを2台所有しているんですが、舗装道路を走るにはかなりきつい車種のため、伊集院さんが旅先でレンタルバイクに乗ることがあると聞いて以来、あったかくなってなんだかムズムズして近くのレンタルバイクショップを検索してみました。免許は持っているから大きいのでもいいんですが、久しぶりということで 250cc に絞ると2023年モデルがあるではないですか。天気が良ければ自分のも乗りたいし、レンタルのレーサーレプリカも乗ってみたいし、そのうち走った感想を送ろうと思います。さようなら。最近のレンタルショップはメーカー直営のとこも多いんですよ。で、メーカー直営のところは気に入ったら買ってもらえるんじゃないかっていうのがあるから、割とこう最新モデルが充実してるんですよね。僕もね、やっぱりついついこう借りると欲しくなっちゃったりするんですが、そんな中ね、中古のバイクをついに買いました。自分が学生時代にすごい憧れてたっていうか、ちょっと乗ってみたいなって思ってたモデルが、久々に復刻版っていうのが出て、それも生産中止になって10年近く経ってる。で、それの割と綺麗めな中古車が出たっていうんで買いましたね。なんかこう、今まさに先週納車になったんですけど、東京納車になってから雨が多いんですよ、割と。今はまだ磨くだけになってるんですけどね。お便りありがとうございました。伊集院光のお便りくださいでした。はい、
ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。ナンバー登録しているバイクは4月1日を過ぎると税金がかかります。そのままにせず、バイク王に売ってお金にしませんか？お電話の際、ラジオと答えて 126cc 以上のバイクを売ると1万円の商品券をプレゼント。 0120-50-8190。 秋田民謡、南部民謡、津軽民謡、北東北を代表する民謡の歌い手が大集合。カダーレ民謡祭6月3日開催。チケットは全席指定2000円。由利本荘市文化交流館カダーレ総合案内で販売中。お問い合わせはカダーレまで。4月2日の豆ダストーク、ゲストはこの方です。 Can not a waltz I love you。 大館市立西館小学校教諭、足立かなとです。ぜひ聞いてね。 SDGs 聞いてみた。美里中学校図書委員会です。より多くの生徒に SDGs について知ってもらうため、図書室に SDGs コーナーを設けています。続きは YouTube で。こんにちは、伊集院光です。伊集院光のお便りください。どうぞよろしくお願いします。さて、今日のお便りは岐阜県にお住まいのラジオネームレーズンパンさん、女性ですね、いただきました。伊集院さんこんにちは。とっても寒かった冬も終わり、足早で春が来ましたね。冬の間なんだか熊のように冬眠してしまっていた私ですが、ぼちぼち動き始めています。実家の母は80代後半でまだ元気、家事などもしていますが片付けが苦手です。先日もお気に入りの下着があるはずなんだけど新品なのに見当たらないというので一緒に探しました。ちゃんと見つかったんですが、そこからが大変。同じような下着が数十枚も出てきて枚数に驚いてしまいました。母曰く、買ったことを忘れては足りないかと心配で次々と買っていたとのことです。物の少ない時代を生きてきたからこそなのでしょうか。娘は私一人なので始末に困ります。母がしっかりしているうちにせっせと実家の片付けを続けていきたいです。さようなら。お母様80代後半でしょ。80代後半ならおそらくそんなもんでしょう。僕50代中盤ですけど平気で前に買った本買いますからね。なんつうんですかね、こう本が呼ぶっていうんですか、目的で行った本じゃないんだけれども、あれこれちょっと面白そうだなって思って買うんですよ。で、また今度次の本が出た時に、本屋さん歩いて、これなんか呼ばれてんなっつって。ね。で、買うんだよね。そうするとね、同じ本2冊、下手すりゃ3冊になるんだけど、だからね、55でこういう調子ですから、80のお母さん、ね、多めに見てあげてください。
お便りありがとうございました。伊集院光のお便りくださいでした。ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。 ABS 秋田放送主催、船木和夫14年ぶりの秋田公演、高校3年生に帰って、7月3日ミルハスに全員集合。1階席8000円、2階席は半額4000円。先着順予約は今すぐ 022-222-2033 まで。 ABS ラジオ月曜の夜7時からは歌謡曲ふれあいリクエスト。番組タイトルも新たに、藤原美由紀とキリテイタンポが週替わりのテーマやリクエスト曲についてふれあいトークをお送りしますよ。あなたからのメッセージをお待ちしています。超高速通信の時代にローカル放送局の新たな可能性を追求します。ABS コンテンツスタジオ。テレビ放送とラジオ放送で培った制作技術と60年以上にわたって取りためたライブラリー映像をフルに活用。SNS 動画の企画、制作からオンラインイベントのライブ配信まで、日本全国、そして世界へあなたの情報発信をサポートします。ブランドアップにつながるプレミアムな広告動画を制作する ABS コンテンツスタジオ。まずは ABS のホームページで。こんにちは、伊集院光です。伊集院光のお便りください。どうぞよろしくお願いします。さて、今日のお便りは三重県にお住まいの松本正光さんからいただきました。伊集院さんこんにちは。お彼岸にお墓参りに行ってきました。ご先祖様の法恩に感謝し、夫婦の近況や子供孫の成長を報告し、お墓を洗ってきました。優しかった母から、家族みんな元気で暮らしなさいと言われているような気がしました。墓参りをしない人が年々増えているそうですが、私と妻ともども元気なうちはできる限り訪れようと思っています。またお手紙します。さようなら。そうですね、先週は春のお彼岸でしたね。お墓参りに行かれた方というのも多いんじゃないでしょうか。で、自分のお墓参りの方もお墓に向かって、今この悩み事をおじいちゃんだったらどういうアドバイスくれるだろうかとか、こういう悩みを、昔の人はどう乗り越えていったんだろうかっていうことを考える場所、難しい言葉で言うとセルフカウンセリング、本当のおじいちゃんが答えてるわけじゃないんだけど、僕の心の中にちょっとそのおじいちゃんの存在を作って、こう、質問をして、で、おそらくこれは僕が作り出した答えなんだろうけれども、そのおじいちゃんの、キャラクターを借りて答えるみたいなことをやると、
いつも自分が思ってるのと違うアイディアとか違う解決、理屈っぽいね。それをぎゅっと縮めてお墓参りって言うんだろうけどね。うん。だから最近はお墓参りをするようになりましたよ。お便りありがとうございました。伊集院光のお便りくださいでした。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ナンバー登録しているバイクは4月1日を過ぎると税金がかかります。そのままにせず、バイク王に売ってお金にしませんか？お電話の際、ラジオと答えて 126cc 以上のバイクを売ると1万円の商品券をプレゼント。 0120-50-8190。 超高速通信の時代にローカル放送局の新たな可能性を追求します。ABS コンテンツスタジオ。テレビ放送とラジオ放送で培った制作技術と60年以上にわたって撮りためたライブラリー映像をフルに活用。 SNS 動画の企画制作からオンラインイベントのライブ配信まで、日本全国そして世界へあなたの情報発信をサポートします。ブランドアップにつながるプレミアムな広告動画を制作する ABS コンテンツスタジオ。まずは ABS のホームページで。日曜お昼12時からは TDK Voices from 日本物、日本の本物、日本物をテーマに、全国各地の素晴らしい人、物、こと、中田英寿さんが出会った日本物の声をご紹介しています。放送は日曜お昼12時から、ぜひ聞いてください。こんにちは、伊集院光です。伊集院光のお便りください。どうぞよろしくお願いします。さて今日は、福岡県にお住まいの塩塚義則さんからのお便りから始めます。伊集院さん、はじめまして。私はグループホームに住んでいますが、テレビを没収されてしまい、今は食堂でテレビを見ています。特に好きなテレビ番組のジャンルはアニメ、アジアドラマ、通販番組、ゴルフ関係などです。伊集院さんはテレビを見るときに好きなジャンルやこだわりはありますか？それでは伊集院さん、お体に気をつけて、プレバトも頑張ってください。お元気で。
テレビを没収されてしまうというのはどういうことですか？子供の頃ファミコンやりすぎてゲーム隠されちゃうみたいなことですかね。それとも、塩塚義則さんが遅くまでテレビ見てるんで、それは体に悪いですよっていうことなんですかね。なんかちょっと不思議に感じたのは、ある程度年齢いくと、こう、大勢で同じテレビを見るってことあんまないような気がするんですよね。その、食堂でテレビを見るってなると、チャンネル争いみたいのは、あるのかしら。でも意外に思うのは、それがあんま嫌じゃないのは、自分で好きなテレビ見てると偏ってくるから、思いがけずこう、自分がいつも見ないテレビみたいな、クッキングコーナーみたいな。ああいうのは悪くないなって思いますけどね。自分はね、なぜか欠かさず見ちゃう番組っていうのが、何でも鑑定団っていうあの番組が、まあ始まった当初から好きで、したらそんなことずっと言ってたらちょっと出してもらうようになったりとかして、いやあの番組はなんかね、僕の好みに突き刺さってますね。皆さんはいかがですか？お便りありがとうございました。伊集院光のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく。返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいか、と電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ナンバー登録しているバイクは4月1日を過ぎると税金がかかります。そのままにせず、バイク王に売ってお金にしませんか？お電話の際、ラジオと答えて 126cc 以上のバイクを売ると1万円の商品券をプレゼント。 0120-50-8190。 私たちは福岡栽培農法、自然回帰農法、上マルチ農法、藍釜農法などを中心に美味しいお米を提供しています。毎日食べるお米について考えよう。由利本荘市農業法人須田商事。月曜から金曜まで毎日朝5時から20分間は昭和歌謡セレクション。懐かしい昭和歌謡をたっぷりお届けしております。リクエストメッセージをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。懐かしい曲を聴くと、あの時、あの場所、あの風景、ああ、蘇りますよね。パーソナリティは私、佐藤健、佐藤健一です。月曜から金曜早朝5時、朝活に、散歩のお供に、目覚まし代わりに、ぜひどうぞ。秋田を伝えて70年。これからも秋田の今を、そして秋田の旬の話題を、私たちが輪になって伝えます。放送で、わっ！